いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はパークハイアット東京ニューヨークグリルの2022年1月ディナーコース5品をご紹介いたします。実は先日私誕生日を迎えました。そして誕生日の日に朝起きましたら YouTube の登録者が2000人を超えていました。チャンネル登録ありがとうございます。サワードゥーブレッドとお肉が食べたくて、フラットニューヨークグリルに行こうかなと思いましたら、母が一緒に行きたいということで、今回は母と一緒に行ってきました。すごい天気が良かったので、窓から富士山が見えております。昼のね、明るいのもいいですが、夜の夜景もいいですが、このね、夕方もまたいい。今回もニューヨークグリルとニューヨークバーをはしごしていきたいと思います。それではニューヨークグリルへ向かいたいと思います。毎回このね、エレベーターのドアがオープンしたところのこの景色がすごい。それではお席へ案内していただきます。お席に向かいながらこのねキッチンの様子も見たいし外の景色も見たいし毎回迷います。そしてね、もうすでにこの時点から、もうね、窓の外の夜景のもうキラキラが見えて最高です。このテーブル越しの夜景がもうね、すでに幸せな時間になっております。ランチには来たことがあるけど、ディナーまだというあなたはぜひディナーも来てみてください。そして今回こちらのお席を用意していただきました。今回のメニューはこちらになります。アップルウッドスモーク北海道産サーモンのウジェール、キャビアリトラウトロートチャイブ、シャモ鶏肉とルージェシャフォアグラのバロティーヌ、セロリのピューレ、栗、トリュフビネグレット、ニューヨークグリルクラムチャウダー、北海道産チェリーウッドスモークベーコン、チャイブ、カナディアンロブスターのグリル、ロメスコピューレ、カリフラワーのグリル、ウィンターケール、アメリケーヌソース、巨峰とローズマリーのソルベ、ザクロとコアントローのグラニテ、ソレル、北海道産和牛サーロインのグリル、シイタケのピューレ、マイタケのグリル、赤ワインソース、イチゴのパブロバ、シトラスカード、シャンティークリーム、ストロベリーのソルベ。以上、5品のコースで税込みサービス料別で23,100円となります。サンペレグリノをお願いしました。まずはアップルウッドスモーク北海道産サーモンのグジェール、キャビアリトラウトローとチャイブ。こちらは多分外側がシュー生地なんですけども、結構ね、カリッとサクッとめのシュー生地。そして中にサーモンと西洋わさび、チャイブ、それからサワークリームが入ってます。そして上にイクラが乗ってるんですけども、奥の方がイクラが乗っていて、手前が私がイクラがそんなに得意じゃないので、オリーブオイルで作ったなんかこの見た目イクラみたいなのを乗せてくれてます。サクッとした生地の後にこのね一口サイズだけど、サーモンのスモーク感がもうねめっちゃ広がります。美味しい。ここでサワードゥーブレッドが到着いたしました。こちらの横のホイップバターに、塩、お塩が入ったものがめっちゃ美味しいので一緒にいただきます。そして2品目が本当はフォアグラなんですけれども、フォアグラが得意ではないので、ホタテに変更してくれました。
こちらが出てきた時点ですごいいい匂いがしていて、で今撮影しながらももうめっちゃいい匂い。ちなみに本来のフォアグラのお料理はこちらになります。それではサワードゥーブレッドをバターたっぷりでいただきたいと思います。このね、ほんのりあったかいサワードゥーブレッドにバターをたっぷり塗るとこんな感じで半分溶けたでジュワってなるのがもうね、めっちゃうまい。それではホタテをいただきます。もうね、この見るからに焼き色がもう絶対美味しそう。そしてね、ホタテもすごい身がしっかりした感じのホタテでして、ソースは、まあ、醤油ではないと思うんですけど、ちょっと醤油ベースっぽい感じの味付け。このソースはサラッとしてるんですけど、多分こう、グリルしながらソースも一緒にこう絡めてるのか、しっかりと味が染みてました。そして、早くもサワードゥーブレッドお代わりになります。今回本当はこのサワードゥーブレッドとバターを持ち帰りたかったんですけども、法律の関係でやはりバターは持ち帰りができないそうです。というわけで、レストランでいっぱい食べてから帰りたいと思います。続きまして、ニューヨークグリルクラムチャウダー、北海道産チェリーウッドスモークベーコンチャイブです。夜景をバックにしたクラムチャウダーが素敵すぎる。こちらのクラムチャウダーは私の想像よりはね、具が少なめ、角切りの具がゴロッゴロ入ってるのを想像してたんですけども、どっちかっていうと具が少なめで、このスープの部分のこのサラサラ感が特徴的です。で、そのスープはね、結構塩味が強めで、すごい濃厚っていうよりは割とこうあっさりクリーミーなクラムチャウダーに仕上がってます。クラムチャウダーっていうよりは 何かのこうポタージュっていう感じの飲み心地の方がこう印象としては近かったです。そしてここでまたお気に入りサワードゥーブレッドをおかわりいたしました。これ毎回この編集しながら見ててまた食べたくなります。お次の料理、ロブスターが到着いたしました。こんな感じでお席に来てからソースをかけてくれます。こちらのソースはアメリケーヌソースになってます。カナディアンロブスターのグリル、ロメスコピューレカリフラワーのグリル、ウィンターケールアメリケーヌソースです。このロブスターを見た瞬間に去年の年末に行ったグランドハイアットのロブスターのビュッフェを思い出しました。もう無理って思うくらい食べたロブが懐かしいです。焼きすぎてないので、こうある程度柔らかさが残った食感に仕上がってます。旨味がたっぷりですが、こちらのねソースをつけていただいても美味しいです。あと毎回思うんですけど、ニューヨークグリルはこの付け合わせのお野菜の焼き加減とかもすごいね絶妙。脇役ですけど、こちらのお野菜もいつも美味しいです。ここでお口直しのシャーベットが到着いたしました。オレンジシャーベットになります。でも本来のメニューはこちらになってまして、巨峰とローズマリーのソルベ、ザクロとコアントローのグラニテになります。念のためアルコールが入ってるので交換してもらいました。もうね、このビジュアルが最高すぎます。こちらのオレンジのソルベはね、思ったよりも甘くなくてさっぱりで、どっちかっていうとこのオレンジの皮の苦味を感じるようなちょっとビターな、シャーベットになってました。そしてしつこいですがサワードゥーブレッドを再びおかわりしております。もうほんとこれ美味しくて大好きで、やはりね、ランチよりもディナーの時の方がパンいっぱい食べられますね。メインが登場いたしました。北海道産和牛サーロインのグリル、椎茸のピューレ、舞茸のグリル、赤ワインソースです。もうね、出てきた瞬間に超いい匂いで、他のお料理もそうなんですけど、
もう出てきた時に本当ね、このもうお皿が運ばれてきてふわーっていう、もうねすごいいい香りがしております。そしてお料理によってお皿がね温められてたりすると、あ、なんかディナーのコースに来たなという感じがします。ちょっと照明が暗いのであまりね、こうお肉の様子が伝わりにくいのですが、焼き加減はシェフのお任せでミディアムレアでお願いしています。こちらのお肉は本当ね、毎回噛んだ瞬間にもね、ジュワっていう甘みと旨味とこうサーロイン感がね、すごいやってきます。そのね、サーロイン感が本当にこうね、噛むたびに口の中に広がるお肉になってます。外側の焼き加減がすごい絶妙で、なんだろう、こう焼きすぎてないからこう硬くもなく、表面だけ本当にさっとこう火を通した感じのこう香ばしさと、焼いてる感じはあるものの、あとはその中心部がすごい柔らかくて、本当ね、この焼き加減がめっちゃ好き。そしてやはりこのね、付け合わせのお野菜も焼き加減が絶妙なので美味しい。この赤ワインソースも、なんだろう、こう赤ワインだけどこう苦味もなく、なんかこう甘すぎず、なんかほんとね、ちょうどいい甘さとうまさがちょうどいいソースで、すごく美味しい。だけどね、このソースつけなくてもほんとそのままでも美味しいです。ランチのランチビュッフェのメインにあるアメリカ産のサーロインがあるんですけれども、そのね、サーロインではやはりこの感じは体験できないので、ぜひディナーにも行ってみてほしいです。ここでデザートがやってまいりました。まずはアップルパイと、あとキャラメルのアイスクリームになりますが、本来のね、デザートはこちらになっております。いちごのパブロバ、シトラスカード、シャンティークリーム、ストロベリーのソルベ。こちらのいちごでも良かったんですけど、ちょっとシトラスがどうかなと思ってアップルパイに交換してもらいました。そしてここでなんとハッピーバースデーが登場。ちょっと大食い女子41、これ私自分で書いてってお願いしています。この度41歳になりました。何歳になっても誕生日は嬉しいです。こちらのキャンドルサービスも事前にお願いしておくと無料でやってくれます。こちらは今回は私のランチでお気に入りのいちごのソルベ、ストロベリーのソルベが下のアイスクリームになってます。それではデザートをいただきたいと思います。まずこちらのアップルパイ、それからキャラメルアイス、こちらがストロベリーのソルベ、そして、お飲み物がついているのでアイスラテをお願いいたしました。こちらのストロベリーソルベはランチビュッフェの動画も合わせてご覧ください。本当にね、いちご感があって、これ、ね、めっちゃ美味しい。で、なんかソルベなんだけど、私ソルベはそんな普段好きじゃないんだけど、これはなんかね、ソルベでもクリーミーさがあるので、すごい美味しいです。ちなみに本来のデザートのいちごのパブロバの中にもこの感じでストロベリーの、アイスが入ってます。こちらのね、アイスを食べた母の感想が、アイスクリームなんだけどシャーベットみたいだけどクリームみたいっていう感想でした。言いたいことはね、すごいわかります。本当にね、シャーベットなのにすごいクリーミーです。そしてこちらが、ニューヨークグリル、ニューヨークバーで提供されてますアップルパイになります。デリカテッセンのアップルパイが私はやっぱり一番大好きなんですけども、このね、ニューヨークグリルのアップルパイもまたちょっと違って美味しいです。パイ生地と中は本当にね、この煮たリンゴがもうね、ぎっしり入ってる、もう本当シンプルなリンゴとパイのアップルパイになってます。そしてね、アイスがね、ちょっとキャラメルだけど塩キャラメルっぽさもあって、なんかこれがね、またアップルパイと合ってます。というわけで、お決まりのコース、ニューヨークグリルからニューヨークバーへはしごいたしました。お席を移動したのが多分8時前くらいだと思うんですけど、この時はね、まだ窓側席しかお客さんいなかったんですが、もうね、帰る頃とかになったらね、ほぼね、満席でした。そしてこちらの生演奏、もう本当にね、私お酒飲めないんだけど、バーが好きで、
このやっぱね、アイスカフェラテを飲みながら生演奏が聴けるっていうのが最高。そしてバーだけど禁煙になったのも最高。そしてもうなんなら、まあ、今日はもう食べないけどご飯を食べようと思ったら、あのニューヨークグリルと同じレベルのご飯が食べられるのも最高です。こちらであの曲のリクエストされてる方がいたので、あの私もしてみようと思って、であの追加料金出したら、曲のリクエストできるんですかって聞いたら、あの特に追加料金なくリクエストができますということで、リクエストカードをお持ちしましょうかと言ってくださったんですけど、あの曲名よくわかんないから、とりあえずハッピーバースデーっぽいのを歌ってほしいと自らリクエストしました。というわけで自分のために歌っていただくリクエストしました。こんなね、誕生日に自分のためにプロに歌っていただくなんてなかなかないので、めっちゃ嬉しい。そしてさっきね、ニューヨークグリルでキャンドルでハッピーバースデー出してもらったんですけども、あのこちらでそのハッピーバースデーソングをお願いした時に、このハッピーバースデーソングがあるのにキャンドルが出てこないとエンターテイナーがあの戸惑ってしまいますので、もう一度キャンドル出していいですかということで、なんと2度目出していただきました。このキャンドル2回出していただくっていうのもなかなかないかなと思います。こんな感じで、美味しいお料理、そして素敵なサービスと素敵な歌と素敵な空間で誕生日を迎えることができました。めっちゃ幸せです。いかがでしたか。今日はパークハイアット東京、ニューヨークグリル&ニューヨークバーをご紹介いたしました。あなたの誕生日、そしてあなたの大切な方の誕生日に、こちらでハッピーバースデーソングを歌っていただくのはいかがでしょう。行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。